以下です。では早速パーティー決めていこうかなと思います。今回の処理なんですけど、まだウルトラ3分では、メルタンとメルメタルでしたっけ？その辺はまだ出てきてないんで、仮にそのポケモンが出てきた場合は、そのポケモンをまた取り替えという形でいこうかなと思います。で、それでまたバグで、まあポケモンが5匹しか選べないという状態だったら、まあそこはもう思い切って、まあ、5匹でレートに潜るっていう感じで、そういうような処置でやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、3匹、あ、3匹じゃない、6匹か。並べて、まず1匹目がゴルバット。今回ね、また初代重視って感じなのか。なんかこれ強いらしいですね。で、石通って、めっちゃ初代やんけ。で、トランス。やばそう。待って、大丈夫これ。大丈夫？あ、もんじゃら。これ初代ポケモンになるんじゃない？これ最後も。はい。ゲードセクト。待って。これさ、これ、レートに潜れると思ったけど、これゲノセクトのせいでフリーに行くことが確定しましたね。じゃあ最後はこちら。アーボックということで。残りのカードはもうなんか当たっとるぞ。でっかめが当たってる。で、残りサビがこんな感じになりました。ということで、このパーティーで、これでフリーに勝てる気がしないんで。で、みんな多分フリー対戦よりもレートの方が見たいと思うんで、この中から適当に選んでいきます。そうですね。まあ、この辺でも選んでみます？鬼スズメということで。はい。ということで今回はこの6匹で行こうかなと思います。それでは型紹介。まずクリセリア。まあ、こいつはね、このエレキネットを使うことによって、本来であればギャラドスを、確か乱数4発で倒した気がしますが、特攻には今回努力値を振っておりませんので、おそらく Z を使わないと4発で押し込むことは不可能だと思います。はい、次。アーボック。まあ、これはもう普通に起点作り型です。次。モンジャラ。まあ、モンジャラはですね、後ろに控えている石つぶてで破裂起点を作って、これで成長で相手を全力測っていくという、そんな感じの型となっております。そして次、ゴルバット。まあ、これはもう、多分、ベノムショックを怒りの前歯にしたらめちゃくちゃ強い型になります。次、鬼スズメ。まあ、こいつはそうですね、とりあえず、オウム返し Z でドヤ顔を決めたいところですね。そして、石つぶて、転がるが決まると、めちゃくちゃ気持ちいい。対戦、よろしくお願いします。何相手？ゴースト。多分、相手さん友達がいないんでしょうね。で、その、友達がいない寂しさを紛らわせるために、アシレーヌとかさ、ヌメールとか。しかも、相手見た目的にめちゃ、メイラっぽいねんけど。だからツインテールの女の子見ると、軒並みメンヘラだと思ってしまうんですけど、実際どうなんやろね、これね。うわ、なんか電話かかってきてんけど、これ騒音通報なんじゃないか、やめてほしいねんけど。ほんまに。あ、もう電話切り出し、いや、間違い電話よ。ビビるわ、ほんまに。俺もう、怯えながら実況してるからね。いかに、このね、周りが、あ、うっせえな、警察に通報しよう、ポチ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 っていうのを、避けながら、いかにね、音量調整していくかのチキンレースをね、今僕、実況しながらやってますんで。はい。ここは、最高ウェーブか。まあ、これはね、そうね。確か、ナイトヘッドみたいな感じで、レベル差は 0.5 倍かける 1.5 倍とかじゃなかったっけ。だから、25ダメージから、75ダメージの変異の中でランダムに、なんか抽出されるっていう、そんな感じですね。こんなめんどくさいポケモンはもう多分ゴルバットで、容易に受け切ることができますので、まあ、ここはもう、独特で、まあ、これ虫食いされても、たかが知れてますから、まあバリアードの虫食いなんか見たくないやろ、もう。お前、金隔ててんのにどうやって虫食うねんっていう。まあ、ここ、独特で。え？え？え、なんかすごいことなってるんけど。なんや、こいつ。いや、多分、ミストフィールドで、特務を上げに来たんやと思うけど、それをなしとしてはさ、ミスト、独特にミストフィールドですよ。いや、相手強すぎるでしょ、これ。これどれぐらい入んの、ちなみに。うわ、変わったおいおいおい。おい、どうすんねん、これ。とりあえず黒い霧で、相手の能力値下げるしかないね、これで。いや、どうすんのさ、これもう。え？いや、ミストフィールドバリアードなんかこれよ。初めて見てんけど。そもそもミストフィールド使われるの初めて見てんけど。カプレヒレのミストメーカー以来やぞ、こんなんもう。だってさ、ミストフィールドなんかさ、申し訳ないけど、あんまりまく理由ないじゃないですか、カバルトンとかいるパーティー以外は。
そもそも覚えさせないでしょ。フェアリータイプの威力も上がらないし、状態異常になられるだけやし、ドラゴン半減になるだけやし、あんまメリットないのにさ、なんか入れてるっていうのが、すごい愛を感じる。まあ、なんか背景とかも、確かに、なんかメルヘンな感じになって、まあいいとは思うけど、お前が使うなよ。ちょっとここ、拉致が開かないんで、相手ミストフィールドしてくるんで、ここ作戦としては、トランセルで、素早さを下げて、それで上から、バリアードで、ごめん、間違えた。ゴルバットで、ドクドクを仕掛けていくっていう、その作戦に、ちょっと切り替えていく方向で行こうかなと思います。なので、ここは糸を吐くから。まあ、相手、挑発とか覚えないから、多分これで、うまいこといけるはず。え？イワーク、これ実質ポッポですよね。完全に害虫だからね。害鳥か害虫はこっちやこれ、イワーク、まあ一見さ無機物の岩に見えるけど、これ攻撃種族時ポッポレベルだから、実質これ鳥 VS 虫ですね。とりあえず、えノール Z？ Z 嫌な音かなこれ。Z 嫌な音。Z、あれ？怖い顔。違うな。自然の力で、ラブリース。なんだこれ。お前がメルヘン要素出してどうすんねんお前が。噛んじゃったわ。あまりにも衝撃的すぎて噛んでしまったわもう。強しかも。自然の力でしょ。ミストシールドかって確か、ムーンフォースあるんじゃなかったっけ。あれ、こいつって特攻の方が高かったっけな。いや、普通に攻撃の方が高かった気がするけど、おかしいな。トランスリーがワンパン沈められると思わんかったわ。あ、ムーンフォースね。え、強っ。はい、ソイヤさん。対戦よろしくお願いします。まあそうですね、先発は結構これ、まあレート3桁なんでね、トランセルをちょっと活躍させたいんですよね。まあなのでトランセル、で、スズメ、まあ石つぶてで、まあ、この3匹でやっていこうかなと思います。で、ちょっと喉乾いてきたんで、三ツ矢サイダー飲みます。いやーでもなんだかんだでね、あれよね、こういう寒い時ほど炭酸飲料って飲みたくならないですか？まあ、体温めるために酒飲むっていうのもまああるんですけど、まあ僕ちょっと酒弱すぎるんで、飲酒実況するとさすがにちょっと失礼なんで、まあ今回は炭酸重注でごまかしていくわ。さあ、ドーブルから、まあこれも正直虫食いからでいいかな。まあ、正直ドーブル、レート3桁回のドーブルはマジ何してくるかわからへんから、ちょっと相手のドーブルのセンスに結構期待が高いですね。しかも、相手がレート800チャレンジじゃん。俺これ買ったら、相手レート800になるんじゃないの。で、逆を捉えるとさ、俺今これレート986やったからさ、俺もレート4桁チャレンジやん。あ、レート800チャレンジバーサス、レート1000チャレンジ。もう異次元すぎるんだが、まあ、ここはもう、糸を吐くで、いいでしょう。これで素早さ半減することできたら、鬼スズメで上から通すことできるんで、これでうまいことリカバリーは効くはず。てか、あれね、なんかミミロップがさ、色違いで、オスやったら、結構、ポイント高いです。逆にポイントが高いね。女の子のポイント高いんですけど、逆にこういう、中性を乗り越えた、もう完全に、オカマっぽさ。これがいいね。まあ、そりゃみんなカマバー行くわな、歌舞伎町とか行って。俺、歌舞伎町全然知らんけどさ。なんかすり替えが不発に終わりましたが。あー。マグカルゴ。これさ、何相手、不器用じゃないのか。メロメロボディってこと。エッチやね。オスミミロップで、色違いで、メロメロボディって。エッチな方だ。虫食いで。こういう場合は、あれちょっと待って。
これ負けでは？あれ？これ負けでは？いや、まだわからん、まだわからん。転がろう、とりあえず転がろう。ポケモンバトル転がってから。これ頑丈で耐えてどうすんの？てんやわんや、もうマジで。さあ、どれぐらい入るよ。ああ、お？これワンチャンあるんとちゃう？ここは2番の実で次動くんですよ。で、転がる威力が次2倍になるんで、多分これさ、いけるんちゃう？ワンチャン突破できるんちゃうか、これ。いけー！いやは1段乗り換えたぞ、これで。もう相手はレート800で落としに行くから、もうこっちも。ドーブル。まあ、これはもう、どうしようもないですね。2番の実を使い切ってしまったんで、あの、これはもうおとなしく、口をくわえて倒されるのが、なんか、すごいドーブルやね。意外と食らうね、しかも。まあ、うちの質部って、イヴァンの実発動させる前提だから、努力値攻撃にしか振ってないんだよね。これ突破できたらめっちゃおもろいんちゃう？まあ、そんなことはないと。まあ、こうなるか。仲良し。まあ、大丈夫ですよ。こっちにはね、鬼スズメいますから。うん。相手あの感じだったら多分どうしても、すり替えがしたいんでしょうね。あの、エッチな、ミミロップちゃん。ミミロップくんか。まあ、どっちでもいいけど。まあ、ここは絶対思い返ししたいところなんですが、相手の方が素晴らしさ高いんで、ここはもう、素直に、ドリルクチワシ Z で、沈めていこう。まあ、耐えられたら、電光石火で終わるし。相手もかわいそうやな、これ。なんかチョコレートあげたいんか知らんけどさ、なんか恋が実らなくて、逆に同情してきたわ。まあ、あの、女子力のある男の子も、なかなかポイントは高いですよね。女性視点から見ると。あ、ここはもう神速の速さで。対戦、ありがとうございました。オッケー。じゃあ次行きましょうか。あいつさん、レート800おめでとうございます。